かしないですけど、エラー率が。そう、高かった。もう、例えばブルースクリーンとかになってるパソコンの、はい、蓋開けた時に、はい、あの時だよ。はい。ハードディスク入ってるだけで。もう、検査しなくても。ああ、もう、絶対もう、そうそう。東京秋葉原のパソコン修理屋さん、オレンジセキュアサービス株式会社の斉藤のおっちゃんに質問してみるっていう企画です。このブランドの部品はこういう故障が多いみたいな、今回は蛍光障害をテーマにパソコン修理の裏話をお届けします。あ、そう、蛍光障害ってやつね。蛍光障害ってハードディスクで昔は多かったな。あの、Cゲートの急に〇〇11とかよく覚えてますね。もうそれだけ違うから気がつきた。もうどん底だったもんね。どん底認識しない。そうだ、認識しなくなるやつ、9200、92だな、95だった、920011とか11とか12とか、はい、でもあの時、はい、もうね、実はそれだけじゃなくて、はい、もう他のやつも、はい、もうCゲートの、あの時はCゲートってバンバン入ってきてた。なんかしないですけど、エラー率が。そう、高かった。そう、でも今は大丈夫だ、ね。今はそういう蛍光障害なくなったけどね。そう。そう、この、そう、もうだって、もう例えばブルースクリーンとかになってるパソコンの、はい、蓋開けた時に、はい、あの時だよ。はい、そのシゲートのハードディスク入ってるだけで、もう検査しなくても、ああ絶対もう、そうそうそう。あ、違いました。早い。ということで、はい、PC 修理の裏側でした。はい、初めての動画でした。そうだ、初めて。お見苦しいところがありました。すいません。徐々に慣れていきます。そう、本当バージョンアップ、バージョンアップしました。我々も、そうそう、バージョンアップし、はい、だから次はね、今は半袖だけど、はい、次長袖になるから。そんな気がする。それか七分袖ぐらい。今回は6本分の動画をまとめて撮影してみました。この動画はその最後の6本目です。初めての撮影でしたので、バッテリーが落ちたりいろいろな不具合が多いのですが、その反省を生かし、次回頑張ります。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。